LED 照明を複数台連続して施工する方法についてご紹介します。LED 照明は3台まで連続設置できます。照光なしは連続設置の場合は照明カバーの中に配線コードを通すことができます。照光対応は照明カバーの中に配線コードを通すことはできません。配線コードを壁面内に通して各 LED 照明に接続してください。照明本体に接続プレートを取り付けます。隣り合う照明本体を隙間なく取り付けます。配線コードを接続します。照光なしは、接続した配線コードを照明カバーの中に収めることができます。照光対応は、壁の裏を通した配線コードをそれぞれの照明本体に接続します。接続した配線コードとコネクタは壁の内部に収めてください。片方の照明カバーに接続パーツを取り付けます。接続パーツがついた照明カバーを先に取り付けます。隣り合う照明カバーを前から取り付けます。